かしたのかエマジェスティーアブキリサクラノール。あの日の約束忘れはしない。鋼鉄ハートに恐れるものなど無人こないぜ。セットカラーで今すぐカラーをカラーでスコープ。届くエスケープ。わずかな希望をそのままキープ。設定だけでさ。真空に染まる地平の影の希望は消えたと誰もが嘆き。だがしかし引き下がるわけにはいかない。やられたらやり返す。そいつが常識。その時驚いてコーヒー先生にかけちゃってそれはかなりまずいじゃん。アスナだから笑って許してもらえたけどさ、アスナってそういうところはどんくさいよね。何よひどいな。もういやいや普段から完璧すぎなんだから、それくらいが人間味あっていいよ。あの子はどうでしょうか。そうですね、彼女ならばアーシェム様のイメージにぴったりかと。そう。我々の記憶に転写されているテラー氏の言語で対話も可能ですが、緊急時には対話にて応対しよう。わかりました。ちょっと楽しいことがありそうでない。彼がテラー氏の戦士、確実に殺す。簡単なことよ、背中からナイフを差し込むだけ。その者は条件を満たしています。いずれは戦士になる存在、暗殺対象者です。テラー氏を殺すのに迷う必要などありません。速やかに処理するのです。分かっています。なんだこの声。一大事くん、逃げて。この声、どっかで。逃げ遅れて警察にとっ捕まった間抜けな奴の匂いがするぞ。だから戦士を抹殺する。私もやり遂げてみせる。早くも眠いよ俺。確実に仕留める。やっべえ、今日はついてるぜ。お今週号もう出てんじゃん、ご覧ください。邪魔も入らない。一大事。やしまった、気づかれた。お前まずい。この間もお前なんか俺を呼ばなかったか。そうでした、よくわかんないです。それで優等生の神崎が俺に何の用だ。神崎、この子の名前。要はまずい、なんとかごまかさなきゃ。アーシェン様、ここを相手に恋してるとごまかすのが一番自然かと。恋してる
この星では愛する行為の第一段階をそのような言葉で表現します。そうなのですか。これならば誰にも否定できない行動原理と言えるでしょう。どうした。それはあなたに恋してまして。な？だからあなたをつけ回すしかなかったのです。あ、ごまかせた。それってもしかして告白か。お前そういうキャラだっけ。それはとにかく恋してるんです。ああ、キヨカ。ヤマト？アスナさん？待て、今目撃しちゃったのって告白？アスナさんがヤマトに？理解がついていかないし、それになんでそこ仲良くなってるの？ヤマト、これどういうこと？ヤマト、それが彼の名前。なんかの冗談だよね。アスナさんがヤマトに告白とかありえないんですけど。もしかしてもう付き合ってるとか？不自然すぎる。なんと不自然だと。私としたことが。このままではアーシム様を危険にさらしてしまう。アーシム様、いけません。どうやらそのものとしては不自然な行動だったようです。でもあなたがそう言えって。申し訳ありません。痛恨のミスにございます。しかしながらこうなれば押し通すしかありません。押し通すって。どのような世界においても愛することを否定はできないか。このまま不自然な愛を貫くのです。どうした神崎。彼がヤマトで私が神崎。お待ちください。確かに今日の神崎はかなり不自然だな。不自然ではありません。神崎がヤマトに恋をしたって全然不自然ではないです。ヤマトって呼び捨て。だって愛ってそういうものでしょ。ごめん急用。お二人さんはぐっくり。ヤマト、ちょっと。これはアーシム様、一旦憑依を解除してください。長時間のため拒絶反応を起こしています。大丈夫ですか。やはり負担が大きかったようですね。いえ、平気です。どちらにしろこの星で生活するには環境適応薬の投与が必要ですから。確かに憑依中は投与の必要がありませんので、こちらの方がアーシェム様の体には優しいと言えますね。はい。それにあの状態、私案外好きかもしれません。あの子には迷惑でしょうけど。どちらにしろここに長くいることは大きなリスクを伴います。一刻も早くクイーンの命令を完遂し戻るとしましょう。そうですね。やり遂げてお母様に認めてもらわなくては。女王にふさわしい存在に。アーシム様とクローゼード様は違います。あなたにはあなたなりの形があるのではないでしょうか。私なりの形。何だったの。体が誰かに。一大事君に伝えないと。また操られる前に。一大事君。あ、神崎か。一大事君、話があるの。話って、やっぱお前マジに俺のことは。お願い、とにかく私に近づかないで。は？あのな神崎。お前いつからストーカーになった。あ、いえ別に。それに自分に近づくなって言ってただろうが。え、私が。ああ、お前が。それはそうか。この
の子元に戻った時にヤマトに伝えようとしたんだ。今です。周りに人はいません。心臓を一突きすれば完了です。はい、こうなったらやるしかない。あ、おっ、うん、あ、ごめんなさい。なんだよあいつ。やっぱりアスナさん、ヤマトのことを。そういうことか。マジでどうしたんだ神崎、俺を呼び出すなんて。あのちゃんと謝ろうかと思いまして。その私どうかしてたみたいなんです。いいぜ別に。お前のことがよくわからんというのはあるが。そうですよね。ただお前に言っときたいことがある。え？俺に恋してるとか言ってたよな。俺さ、恋愛とかそういうのやってる場合じゃないんだ。だから俺のことはきっぱり諦めてくれ。え、ああはい、それはその、そういう設定で。いや、何でもありません。すまねえな。今は周りですげえ変化があってさ、そいつで頭がいっぱいなんだよ。変化？その変化って何のことですか？あ？教えてください。ふん、言ってもわかんねえだろうけど、俺さ、これまで気持ちの行き場がなくて荒れてたけど、そんなしょうもない俺にも目標が見えたんだ。今の俺にはちゃんと生きてる実感がある。戦うために生きるんだ。戦う？ああ、そういうくらいの気持ちでぶつかるってことかな。あくまでも物の例えだが、戦ってどでかい敵をぶっ倒すことが俺の生きる道なんだ。和平だと？はい、テラー氏と話し合い、居住できる土地を提供してもらうのです。たわけたことを。違う星で違う価値観を持つ者同士が共存などできぬ。そこにあるのは殺し合いのみだ。違う星同士だって仲良くできるはずです。くどい。下がれ。お母様。忘れるな、アーシェム。我はお前の母である前にクイーンぞ。我に逆らうことは許されぬ。先生、なんすか？私は美術部の顧問だ。知ってますけど。君にも美術に興味を持ってもらおうと思ってね。は？先生。先生、私も興味があります。ぜひ私にも美術部のこと教えてもらえませんか？そういうことなら俺は必要ないよな。じゃあ先生、勧誘頑張って。アーシェル様、何をなさっているのです？そのものは。ヤマトは私の獲物です。あ、やっぱり私も気が変わりました。じゃあ。あなたも私と同じシドルの資格ですね。私はイブリム。私嫌いなのですよ、仕事の邪魔をされるのが。何よりもたとえ同業者であろうともね。サーザント。姫に手をかけようとは不届き者め。おはようございます。クソ、なおおとき、俺は仲間だぞ。笑わせるな。アーシェム様を手にかけようとした貴様は本来ならば死罪。しかし姫の恩情により、お前の罪は問わずシドルゴアに送り返すことになった。アーシェム、あいつが女王の娘か。生きてるだけでもありがたく思うんだな。ヤマト。
死ね。彼が私のものです。は？下がってください。ん？ほう、お姫様が暗殺者ごっことはな。だが今の俺には関係ねえ。やつごと死んでもらうぜ。そうはさせません。なら貴様も死ね。キバの姿に。おい、これってどうなってる？俺たちケミン兵はお前ら貴族階級に好奇捕まえてきた。だがな、ここではそんな俺が尊敬されるんだ。この喜び分かんねえだろうな。喜び？ここには無意味なヒエラルキーは存在しない。居心地がいいんだよここは。だから俺は避ける。シドルの支配からだ。シュッとなおさら私に協力を。あなたの気持ち私にも分かります。お前ごときに分かるはずがない。俺たち持たぬ者の気持ちなど分かるはずがないのだ。終わりだな。無理だ。ヤマト、貴様、許され、ぶっ倒せ。そもそもお前を殺しに来たんだったな。忘れるところだったぜ。逃げろ、神崎。ヤマトは殺させない。何？なんだよこれ。そのお姿はまさか憑依状態のまま牙を発現させたというのか。いや、ほぼ見てない。ほぼ？で、昨日のことなんだが。
中に何かがいたの。それが私を操って。操る？一体何が起こってるの？聞こえたの？一大寺君がパイロットとか殺すとかどういうことなの？神崎、一大寺君は知ってるんでしょ？教えてよ。落ち着け神崎。お願い、私知りたいの。全部話すから落ち着け。この世界が滅んでいて、あなたたちが異星人と戦ってる。信じられないかもしれないが事実なんだ。信じるよ。私も誰かに頭の中に入り込まれて操られたわけだし、多分あれが異星人。人に入り込んで操る、異星人にそんな力があるとはな。ねえ、この町に潜んでる異星人を探そうよ。あ、私確かめたいことがあるの。神崎、学校サボってこうしてるなんて、なんかデートみたいだね。ああ、そういうもんか。それで異星人の居場所がわかるっていうのは？うん、なんかぼんやりとだけど夢の中にいる感じで見えたの。ホテルの部屋、私の体に乗り移ってる人以外にもう一人。そいつらはどっかのホテルの部屋に潜伏してるってことか。そこからお前を操って俺を殺そうとしたってことだな。うん、確かに最初はそうだった。一大寺君を殺そうとしてた。でも不思議なんだけど殺したくない気持ちも感じた。どういうことだ？少なくともあの時は一大寺君を助けようとしていた。なぜ俺を助ける？殺したい俺を。わからない。でも心がつながって感じたの、一大寺君への。なんだ？ううん、なんでもない。でもだから会って確かめたいの。異星人は悪いやつなのか、それとも。神崎、わかった。そのホテルどこだかわかるか？このオンボロホテルに？異星人はリッチじゃないんだな。でもここを見た記憶があるの。とにかく入ってみるか。嘘、嘘でしょ。申し訳ございません、お客様のプライバシーに関わりますので。てめえ、そんなことを言ってる場合じゃ。一大寺君、もうここにはいないみたい。感じでわかるの？わかるのかよ。なんか異星人のせいで感覚が鋭くなったのかな。それでホテル以外の手がかりは？袴田先生。袴田？他人の？憑依されている時袴田先生と一緒にいた記憶があるの。なんだと？つまり奴も仲間だってことか。あ、おお、悪い、俺行かないと。続きはまた夜にでも。一大寺君、すぐ戻るって。あの人を殺してしまった。あやつはアーシェム様を殺そうとしたのです。当然の報いを受けたまで。それにやつは下民兵、お気に留める必要はありません。命の重さに違いはありません。リテルもシェダも同じシドルの民です。私は命を奪ったのです、ヤマトを守るために。アーシェム様、この戦い間違ってると思うんです。違う星の者同士でも手を取り合って共存することはできるはず。なぜそう思われるのですか？それは。袴田先生、今夜空いてますか？一緒？袴田先生まで。これ一体何の会？二
二人とも何の用だ。あんた袴田先生じゃねえよな。あなたの正体は異星人ですよね。もう逃げられねえぜ。だとしたらどうする。ここで死んでもらえ。死ぬのはどちらかな。何話してるの。許せねえ。お前たちは絶対に。だったらどうするというのだ。殺せ。私はあなた方がドラクターと呼び憎んでいる異星人、名はアーシェム・ライア。神崎の言う通り乗り移ってるってことか。神崎の体から出て正々堂々と戦え。正々堂々と戦って勝てると思うのか。勝てるさ。呼んだか。揉めてる。マジで乗り移ってんのか。さあね。三人がかりというわけか。下等なテラー氏の考えそうなことだ。バケモンになって襲われちゃたまったもんじゃないんでな。何が起こってるの。ここからだと話が聞こえないよ。どうか聞いてください。私はあなたたち地球の人々と分かり合いたいのです。んだと。俺たちの地球を破壊し人間を大量虐殺したのはお前らだ。ふざけたことを抜かすんじゃねえぞ。女王は地球人を滅ぼしこの星を完全に奪おうとしています。ですが私はそれが間違っていると考えています。どの口が言いやがる。イラつくぜ。過ぎ去った時間は巻き戻すことはできません。ですがこれから犯す過ちは止めることができるのです。だったらあなたはこの戦いを止められるというのですか。そのように力を尽くすつもりです。だからあなた方にも協力してほしいのです。都合のいい言い分だな。悪いがお前たちと和解するつもりなんてねえし許すつもりもねえ。すごいことになっちまったな。このことは早急に南さんに知らせないと。しかしよヤマト、あれ本当だと思うか。何がだ。戦いをやめさせようとしてるってやつ。どうせ苦し紛れのデタラメに決まってる。それに俺は奴らを一人残らず抹殺すると決めてんだよ。だけどよおい。せえ。私また理解が追いつかないんだけど、つまりアスナさんをめぐってヤマトと袴田先生が男の戦いよ。アサミくんと土方くんも。ああわからん。過ぎ去った時間は巻き戻すことはできません。ですがこれから犯す過ちは止めることができるのです。ふざけんな。やられたらやり返す。地球ではそれが常識なんだよ。無駄です。彼らは和平には応じません。我々はもう後戻りができないところまで来ているのです。どんな状況であろうとやり直すことはできます。私たちは決して無知で愚かな種族ではないはずです。しかし女王は異種族が分かり合えることはなく徹底的に排除すべきとお考えです。私は
我らシドルとデラーシュが共存し手を取り合える道があると信じています。アーシャム様、考えを曲げることはできません。やはりあなたは母君の血を引いておられる。考えは違えど目的に向かい突き進む意志と行動力にあふれている。人を率いる者の素養と強さを持っておられる。サーザント、このサーザントエボル、どこまでもアーシェム様に付き従うといたしましょう。ありがとう。いえ、私は嬉しいのです。あなたのような方のおそばにつけてよかった。ですが女王はそのような考えをお許しにはならないでしょう。そうですね。ならばこの私が母から女王の座を受け継ぐしかありません。もうやめる。そもそも私は剣など好きではないのだ。なりませぬ。しっかりと習得せねば。それは女王様の言いつけゆえ。グリファースは母上の言うことは何でも聞くのだな。ふん。アーシェム様の言うことも聞いているではありませんか。だが母上の方が優先されるのであろう。それはお許しください、アーシェム様。アーシェム様、あまりグリファースをいじめないでくださいませ。サーザント、グリファースめとこのサーザントは姫の忠実なナイトにございますぞ。どのようなことが起ころうとこの命に代えて姫をお守りいたします。そうか、仕方あるまい。いらっしゃい。いらっしゃいませ。ハシェム様、なぜこのようなところに。なんとなく。ご注文が決まりましたらお声をかけてください。おすすめは天丼です。肉を使ってない食べ物をくれ。はあ。急いでください。間もなくです。つながりました。奴らの戦闘メカに乗り込んでいる汎用端末に接続しました。私の言葉、どうかヤマトに届いて。聞こえますか、ヤマト。誰だ。私はアーシェム、覚えていますか。お前は神崎に乗り移ってたやつか。トンキーをハッキングしたのか。はい。今度は武蔵を乗っ取ろうってのか。違います。あなたたちを助けたいのです。助ける。今あなたたちが戦っている機体はこれまでと違い、我々の星にしか存在しない特殊金属スキュラメタルで作られています。おそらくあなた方の兵器では傷一つつけることはできないでしょう。ですが対抗手段が一つだけあります。敵が教える情報なんて信用できるか。信用するかどうかはあなた次第です。何？続けます。あれは強力ですが無人型です。無人型は動きを司る電子頭脳を破壊すれば機能停止させることができます。そんな話俺が信じるとでも。私はあなたを信じます。あなたなら、あなたとなら理解し合える、そう思えるから。何言ってるこいつ。それにあなたはすでに私に助けられています。何、まさかあの時のことか。続けろ。あのタイプは3つの電子頭脳によって動いていて、どれか1つもしくは2つが破壊されても生き残った電子頭脳の指示により再生されてしまいます。再生するだと。それどういうこと。だからお前の中に入っていた異星人と話したいんだ。だからって。無茶な頼みだってことは分かってる。それを承知で頼んでるんだ。どうしても確かめたいことがあって。私にもう一度体を貸せって言うの。な、ほんの一瞬でいい。お前の体を貸してくれ。だやだ、出る自信ない男って体貸せって、つまりそういうことでしょ。欲望の吐け口にしようって言うの。だよね。最低。
もう後戻りはできませんよ。分かっています。これから一体どうするのです？私は二つの星を一つにします。よかったのですか、異星人の私とこうして話をするなんて。お前とは決着をつけなきゃならないって思ってた。戦うんですか？そういう意味じゃない。でもよく神崎がまた体を貸したな。はい、私の体を貸してあげるから一大二君と会ってあげて。え、でもどうして？自分でもわからない。なんて言えばいいのか。でもありがとう。本当は異星人となんて話したくもないですよね。あ、そうだ、これを。ナイフ。一大二君を殺そうとした時の。もうやりません。これはあなたが。とにかく一大二君に近づかないで。え、いろいろ迷惑なの。できれば私たちの世界から出て行ってほしい。当然ですが嫌われてしまったみたいです。まあそうだろうな。で、なんで俺を助けた？言ったはずです。私はあなた方テラーシュと分かり合いたいと。なぜ分かり合いたい？それはあなたを殺そうとした時心が痛みました。苦しい気持ちになりました。あの時私は思ってしまったんです。この人を殺したくないと。何？覚えていますか？付きまとう私をヤマトが問い詰めた時のこと。それはあなたに恋してまして。ああ、あれか。あの時はごまかすための嘘だった。でもいつの間にかそれが嘘ではなくなっていたんです。私はあなたが発する言葉をもっと聞きたい。もっと一緒に時間を過ごしたい。今私は思うのです。異星人同士でも愛し合えるのではないかと。あ、愛って。共に手を取り合えるのではないかと。手を取り合える？ドラクターの奴らと。だから私はこの星とシドルの両方を救いたいんです。だったらお前の本当の姿を見せてくれ。見るとあんま変わんねえな。ドラクター人も普通の人間なんだな。はい、ドラクターという名もあなたたちが決めたコードネーム。シドル、それが私たちの星の名です。この星から17万光年離れた美しい星でした。ですがもうこの宇宙には存在しない星。お前たちの星は滅びたのか？はい。だからって他の星を襲って殺戮をしていい理由にはならないだろう。生きるためです。何？故郷をなくしたシドルのためには過酷な宇宙の旅が強いられました。民は疲れ果て、その命の火は消えかかっていたのです。この星を見つけた時、女王は徹底的な先制攻撃を決断し、一挙にことを決しました。シドルの民を守るために。けど俺は家族を殺されたんだ。
許せるわけがねえ。許されるとは思っていません。ですがわずかでも理解してほしい。ヤマト、もし自分の家族と見知らぬ他人のどちらかしか救えないのだとしたら。女王の判断はそういうことなのだと思います。私もそれがずっと正しい選択だと思ってきました。ですが今は。あ、食事を摂取すべき時間になるとこのようになります。腹減ったってことか。そこは一緒なんだな。これは？これはうどんっていう食い物だ。お前、地球の動物の肉は食べられないって言ったよな。うどんに動物の成分はないから食えるんじゃないか？試してみますか。違う。こうやるんだ。ほん、うん、うん、は、なるほど。うん、は、ほん、うん、もっとこう勢いよく吸うんだ。うん、うん、わかりました。は、うん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 、え？あれは。食えたな、地球の食い物。はい。でもなぜヤマトにとって私は許すことのできない敵であるはず。なんでだろうな。お前が悪いやつとは思えない。だからかな。ヤマト、ヤマト、私この星のこともっと知りたいです。おう。いつも見ていた横顔がある日目覚めた瞬間に、わけもわからず愛しく、これが恋だと気づいた。息をしていない。これかわいい。はい。あ、これこっち。あ、女、おとなしく投降しろ。これはまさかヤマト最初から私を捕らえるつもりで。そんなことするかよ。こいつら異星人侵入者の調査チームだ。邪魔すれば怪我をすることになる。おとなしく引き渡せ。アーシェムは渡さない。貴様、うわ、来い。おい待て。くそ。おい。一つ聞かせてくれ。俺たちに味方して何になる。いいのかお前。私は人が憎み合ったり殺し合ったりするのをもう見たくありません。だから女王を、私の母を止めたいのです。女王が母。お前、今はまだ私にも何をどうすればいいかわからない。それでも地球人とシドルの民が共に手を取り合って生きる世界を私は作りたいのです。お前はここに隠れてろ。すぐに戻る。戦
いに行くのですね。私も一緒に行きます。おそらく今回はこれまでよりさらに強力な攻撃を仕掛けてくるはず。私なら最善の戦い方を指示することができます。ダメだ、うん、私を信じて、ヤマト。金田一から抜け道聞いといてよかったわ。案外簡単に入れましたね。これがヤマトが操る戦士ですか。まあそうか、今日から一人か。私もいます。いや、そういう意味じゃねえから。じゃあ行くとするか。そいつは異星人ですね。あ、サルマ、待て。そいつは異星人ですね。サルマ、待て。やめなさい、サルマ。そうです、私はあなたたちが憎むべき異星人です。これはどういうことですか、ヤマトさん。落ち着け、こいつは味方だ。こいつがいればこの戦いを生き残れるかもしれないんだ。そんなことが信用できるだろ。サヌマ、デュークさんは許せるんですか。俺は奴らに家族全員を殺された。ドラクターは生かしておけない。俺だって家族を殺されてる。だけど憎しみの矛先はここじゃない。それは綺麗事だ。ずっと苦しんできたんだ。こんなチャンスを逃せるかよ、サヌマ。ならば撃ちなさい。私は死ぬ覚悟であなたたちの味方をしています。ここで我がシドルの罪を背負って死ぬのなら、それもまた運命でしょう。ヤマトさん、イーグルブースターの軌道は8番に割り当てました。エイミングシステムは2時に 4.7B 調整しています。わかった。トンキー、無事だったのか。これを。予備シートだからちょっと窮屈かも。いえ、大丈夫です。パイロット認証、一大臣ヤマト、システムロック解除。遅かったね、ヤマト。他の子たちはすでに出撃してるよ。いいかい、今回は勝ち目のねえ戦いなんだろう。戦術データで確認してる。そうかい。今回は固い敵を切るための半物質パルスカートリッジを内蔵したのに加えて、空中移動ユニットイーグルブースターを装備してるよ。短時間なら空を飛べるようになったんだ。そいつは楽しくなりそうだ。ただしイーグルブースターはまだ不完全でね。連続噴射はオーバーヒートを招くよ。注意してね。不完全、上等じゃねえか。んヤマト、コックピットに誰かいるのかい。別に。またあいつか。だが今日はこれまでとは違うぜ。ブースターを使ってソロのマザーシップを撃つ。どこを狙えばいい。推進エンジンへの2カ所の伝達パイプを狙います。そこを狙えばマザーシップは航行機能を失い戦闘不能になります。面倒だ。エンジンを叩いて爆破するぜ。ダメです。地球への攻撃は女王の意志によるもの。多くの者たちはその意志に従っているだけなのです。なるべく多くの命を生かしてください。そんな遠慮してられるかよ。奴らは平気で俺の家族を。ヤマト、私はそのためにここにいるのです。全てを捨ててここに。オーシャム、上がった。推進エンジンの伝達パイプを狙う。一人でも多くの命を生かすか。そんなことは考えもしなかったぜ。しっか
かしプリンセスがなぜこんなことに詳しいんだ。私は司令官としての戦闘に必要なあらゆる教育を受けました。母は私を女王の前に自分の参謀にするつもりだったのでしょう。俺一人さえ殺すことができなかったけどな。はい。なんだ、何か近づいてくる。あそこか、あの人型の中にアーシム様が。テラーシの戦士よ、そこにいるアーシム様をこちらに引き渡すのだ。誰だてめえ。私はグリファース、お前たちから言えば敵軍の司令官だ。ダメです、引き渡してはダメ。おそらく女王はシェルターを完全破壊することに決めたのです。私を渡せばこのシェルターは滅ぼされます。アーシム様、どうかこちらへ。私は女王の命に背き、ここに来たのです。女王の命に背き、お母様は私ごと。何とぞ。ならばアーシム様。ならば私はテラーシュの人々と共に戦います。このシェルターのテラーシュを守ります。アーシム、話は終わりだ、行くぜ。グリファースはこのエリアを電磁フィールドで隔離したようです。これでは逃げることができません。奴はどうあってもお前を手に入れたいようだな。もし迷惑なら私は。言っとくが俺はお前を渡さない。ヤマト、誰だ。ターザンと一大事ヤマト、アーシェム様を何としても守れ。はあ、アーシェム様ならこの二つの星をめぐる狂気を終わらせることができるかもしれない。お前にアーシェム様を託す。頼んだぞ。ターザン、お前などに邪魔はさせない。テラシごとき下等生物の分際で。お前たちドラクターを全員ぶっ殺す、そう思ってきた。だが今は迷ってる。そうじゃない道があるんじゃないかってな。お前の考えなど聞いていない。オーシム様を渡せ。この迷いの答えを知るためにもお前にアーシムは渡せない。小さかしい手足の時が。なんてパワーだ。だがしかし引き下がらねに必要な酸素を送り込む。そういうのやるよ、ヤマト。お願い、目を覚まして、ヤマト。
ージシェム。あいつは。逃がさんぞ。クリファース、貴様を殺してアーシム様は連れて帰る。できるかな。ヤマト、貴様がアーシム様を惑わしているのだな。逃がさん。グリフォース、アーシェム様はお前のものではない。さあだった。全てはアーシェム様のためだ。思いはお夏だというのにな。お前はどう思ってる。何の話だ。アーシェム様のことだ。我々は姫にお仕えするナイトだ。口を慎め若造。貴様もアーシム様を思っておろう。目を見ればわかる。とぼけたことを。本気か、アーシム様のこと。悪いか。ああ、その思いは殺せ。ずっとアーシム様のおそばにいたいのならな。そんなことができればとっくにやっている。お前とて思いは同じはずだ。私は姫をお守りするのみ。お前のような気持ちになったことなど一度たりともない。Okay.
丈夫か？あいつ。アーシムは渡さん。もはや私に後戻りは許されないのだ。置いて行かれたか。最悪だな。最悪ではありません。今私は生きているのですから。一大事くん。ワーセブ！あなたは本当にあの人のことを。ヤマト。それでも地球人とシドルの民が共に手を取り合って生きる世界を私は作りたいのです。生きてるよな。あれだけでけえこと言ったんだからよ。まだ喋ってくれないのかい、異星人さんよ。何度も言うが、俺は異星人を憎んでなんかいないぜ。前に会った異星人君が喋ってくれたんだけどな。お前がドラクターか。殺せ。ああ、すぐに楽にしてやる。だがその前に少し話がしたい。なぜお前たちは地球を襲った？星が滅んだ。だから新天地を探すしかなかった。居住地探しってことか。過酷な宇宙の旅、多くの者の命が失われ、やっとたどり着いたのだ、この星に。お前たちはお前たちで必死に生きてるってか。ビクトの兄貴、燃料補給終わりましたぜ。よし、飯にするか。待ってました。うまそうな香りだぜ。いただきます。この星の変異生物出やがった。隠れてろ。
久しぶりに腕が鳴るぜ。やるぞ鉄夫。勝手に兄貴。やっと喋ってくれたか。あれはシェルターで使われていた機体と同型のもの。あなたは盗賊。違うかな。あ、いや、まあ似たようなもんではあるか。シェルターのコンピューターから設計図を拝借した。それを砂漠の造船工場で作り上げた。このイカれた地上で生きるなら必需品だ。私と取引をしませんか。